んにちは。ハロー。あと1回勝ったら P2 への昇格戦かな。配信外で P3 に上げて配信中に P4 に落ちたを繰り返してから嬉しいね。今日も勝ちたいです。ユナイトでいいよな。 TP の方が安泰かな。怖いか。待ってくれよ。怖いか。行くぞにしとくか。カジックス、ヤスオは行くぞにしとこう。いいなスノボ。スノボ俺できんかった。こうお腹の方に倒れられるんだけど背中の方に怖くていけん。そこの壁を突破できんかった俺中学生の時に。スノボって怪我すんじゃないの。俺決意なんか勝てんの入れたぞ。尾てえことおんないようにっつって。だからこっちに背中の方に曲がれなかったんだよな。痛い。硬いの入れました。わかる。固定されんの怖いよな。スキーも怖い。何かしらのなんか変な方向に曲がったらプッていくやん足が。あと準備がだるすぎる、あのスポーツ。でも行ってみたいな。久々に行ってみたい。できんのかな大人になってから。まあ、できねえんだろうな。中学の時の方が間違いなく運動神経いいもんな。やったぜー。何がきっかけで知り合い以外のやつと話すことがあるんだよスキー場って。 What? キモヤスオってチャンプほんま。はぁ気持ち悪い。あのチャンプ本当に気持ち悪いね。もう芝な、こっちのジャングル芝だから生き生きしてそう。楽しくてしょうがねえだろうな。タイミング。いいでインセクしたことないな俺シンドラで。ナンパって別に恥ずかしくなくない？ナンパができるかできないかで言うとできない方が恥ずかしいでしょ。恥ずかしいとかいう話がもう。来た。ビビ。何が？だ俺クラブでナンパができなかった口だから。ほ？できた。ナイス。ブン。ね、この構成で一緒ってアームガード変えたのめっちゃでかい。ほんと安尾ってチャンプはガンクが来るんだな。すごいなマジで。あー今のいけたな。うっ馬がね打てねえ打てねえよやばっ。安尾だな。俺の安尾相手にするとあんな感じに見えんだろうな。恥ずかしいな俺恥ずかしいことしてたな。ガンクに刺さりやすすぎるわ。やっべぞ。味方が倒されました。バードやられとるぞ。ナイスキル。
キリングスプリー。タワープレートが間もなく破壊されます。マジか。味方が倒されました。あら。敵を倒しました。です。敵を倒しました。うめえバード、ナイス。シンドラってチャンプおもろいな、やっぱボコボコにされてんなバードに。そういえば鬼に引っ越し完了したらしいな、おめでたい。回線速度も高いでござるって LINE で自慢してきたわ。忍者の家どうなんだろうな、どんぐらいでかいのかまだ俺たちに伝わってないんだよな。そっちカジックスいそうだな。ん？ああ、借りんのか。ナイス。うひょ。ナイス。ダメージ。いけんのそれ。うわほー、いない。ここでも他のとこ遠征行った時に重いんだよなプレゼント。ナイスもらいます。おし、やるね。やばっ、どこいる？ナイス。インヒビタだ。バードめっちゃ甘い。8キルやぞ。そうああなる。調子悪いだけ。キャリーする試合を覚えてるだけ。まあ本当にこういう試合すぐ忘れっかんな。ないものとみなす。しかも安尾ってここで何がおかしいかっていうとネクネクなんて思ってない。ガチでまだ勝てると思ってる。ファームすれば俺は強いと思ってる。多分ゲームしててないよ安尾使いって。そういうもん俺071でもまだいけると思ってるもん。うん、もうちゃんと病、うん、しっかり病気。もう安尾の気持ちが上がるわ。これ普通だったら071なんでスコアになったらちょっと気を抜くんだけど、こうやって俺は安尾のことを熟知してるから気を抜かない。届いてないな。ナイス。俺いる今の、うん、バロン触っていいんじゃねえかって。キューの次言い上げだね。シンドラ、俺の知ってるシンドラちゃんは。本当なんてあんな前向きにいられるんだ。
買っちゃおうぜ。間違った。何これ、ヤスを引かせたくなかった俺。こっちもキルトが前線した。やんのか俺今から、あれを。